にしかない飲み物をご紹介していきたいと思います。おなじみのね、おなじみです。でもこれは本当に沖縄県民の方だと一度は見たことがあると思いますけれども、はい、私たちに本当におなじみの、ね、よく飲んだかです。よく飲んでましたね。本当に一つずつ紹介していきたいと思います。ということで早速いきたいと思います。イエーイ。キリンの紅茶ストレートティー、これはよく学生の頃飲んでましたね。部活の帰りとか高校のお弁当の時間とか、でもその当時はカンカンが主流だったから、ね、これのアップルティーとか毎日のように飲んでました。キリンの紅茶シリーズもあって、定番はストレートティーですかね。私はアップルティーだった。定番が、そうなんですか。私はストレートティー派。私もストレートティー派。キリンの紅茶、うん、あ、もう美味しい。匂いもいい。あー、懐かしい。ごくごく飲めるって書いてる。あ、美味しい。久しぶりですね、やっぱり。本当に運動とかした後とか美味しいよね。これの 1.5 リットルですかね。2リットルより少し小さめの大きなペットボトルを買って、こういうやつでしょ、はい、ちょっと首ちょっと首ね、丸くかも、あれを冷蔵庫に入れて氷に入れて本当に美味しいですね。伝わります。この中で私一つだけ飲んだことないのがあって、え、何？ニキ。うん、ああ。二人は同じ意味なんだよね。同じ意味。私これ見たことある？ない。え、見たことすらなかった。どこにでも売ってますよ。どこにでもというかスーパーだと。でもなんか祖父母の家にはありました。そう、よく牧場ライスって書かれてるんですよね。ライス？ライス。うるち米と大麦、もち米を使った飲み物なんですよ。すごい。なのでこの私が太平通りの時に金散歩した時にミキをいただいたんですけど、うん、そこではこの風邪引いたりした時とかに子供にあげてたよっておばあが言ってたって言ってました。食べれない時に栄養素も高いからっていうので言ってましたよ。すごい。飲んでみましょう。飲んでみましょう。はい、うん、よく振ってお飲みくださいとありますので振ります。振り方。はい、じゃあお願いします。振り直したい。こういう、うわ、見て、おお、麦とかの米とかの、いただきます。いただきます。いただきます。あれなんですか、少しお米みたいな、そうそうそう、はい、匂いがするね。トロトロしてる、どうです？本当だ、飲むライス。うん、そのまんまかも。甘い、なんだろう、あの、は、甘くないですか？重湯、うん、重湯、うん、ああ、重湯みたいな、重湯に砂糖とか、うん、甘ペスた感じだね、うん、温泉の帰りに飲んでたりしてました。 ある温泉の帰りに売ってる、売ってるんですよ。売ってる、売ってます、瓶とかでも売ってる、はい、へえ。そうそうそう、だから温泉の後に牛乳飲む習慣あるじゃないですか。あー、がミキ、それの代わりにミキっていうのもあります。じゃあ次は、はい、もう皆さんきっとご存知、エンダーのルートビアをいただきたいと思います。じゃあルートビアいただきます。いただきます。匂いがね、香りが独特ですよね。香りが独特。あ、私この香り好き、うん、いい香り。なんかこうね、好き好き、うん、なんか大ジャン、大ジャン、確かに、うん、サロンパスっていう方もいるんですけど、でも、うんうん、本当にあのスパイスが効いてる香りがして、美味しそう。あ、美味しい、美味しい。なんかね、美味しい。小さい頃は飲めなかったけど、ちょっと大人になって飲めるようになったかも、これ私は。美味しい。本当にそう、うん、小さい時は大人の飲み物ってしか思ってなかったので、うん、全然飲まなかったです。本当に好きな人大好きなので、うん、お酒ではないんですけど、味がなんか独特だからかな、うんうん、そうなんですね、意外ではないけど、なんだろうね。でもこの匂いが好き、うん、私は、うん、でもそう、美味しい、これ本当に今美味しさに気づいたかもしれないです、うん、皆さんも空港に A&W あるので、うん、ぜひ飲んでみてください。じゃあバヤリースにします。あ、いいですね。イエーイ。もうこのパッケージですよ、おなじみの、うん、沖縄バヤリースというのね。すごい、沖縄の元気がぎっしりって書いてある、はい、でも今バヤリースいろんな味出てますよね、はい、この味ですか、ね、そう、マンゴーとか、あ、オレンジ、うわー、香りが美味しいよ、ポップなオレンジジュース。でも甘さだけじゃなくて、ちょっとなんか柑橘系の酸っぱさみたいなのがないですか。あ、はい、ね、70周年だそうですよ、うん、すごい、バヤリース、1950
すごいじゃん。じゃあ、ナトリチャンプルー文化の時の、うんうね、もう代表的なジュースかもしれないですね。うん、それぐらい歴史のある飲み物です。本当にずっと沖縄県民に愛されている飲み物だと思います。沖縄の飲み物って何って聞かれたら、バイオリスって答えるかな、うん、答えるかも。答えるかも。なんかオレンジジュース飲みたくなったらバイオリンス買ったりしたのも、ね、私の大好きなやついきますね。はい、せーの、紅茶カレー。紅茶カレーいただきます。紅茶カレー、はい、うん、うん、あ、美味しい。あ、この味、この味大好き大好き。中学校の部活ずっと飲んでました。へえ、はい、小学生の時とか飲んでたかも。これあのコカ・コーラさんから出てる商品で、紅茶家電シリーズっていうのかな。紅茶家電は多分もう皆さん知ってるものだと思うんですけど、このガーデンレモンティーは沖縄だけなんですよ。おー、そうだから私もね、東京住んでる時ミルクティーはよく置いてあるんだけど、うんうんうん、このレモンティーはなくて、すぐネットで注文しました。東京に。そう、もうそれぐらい好きで、そうそう、なんか友人も私が帰ってきた時に必ずこれ準備してくれて、みんなが集まる時とか、それぐらいもう私好きで紅茶家電します。紅茶家電美味しいですよ、ね。一番飲んでたこの中で多分、うんうん。結構レモンの香りもするし、うん、甘くても本当に美味しいですね。お泊まり会とかだったら、あ、そう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 、絶対にこれ、あ、もう分かる、お茶系だったら紅茶家電を買ったりします、ね、うん、あ、もう分かる、本当に分かる。でもこれ沖縄のこのコカ・コーラさんの 自動販売機では必ずあるぐらい、沖縄ではもう本当に主流です。はい、昔とちょっとパッケージが変わってる、変わってましたね。もっと濃ゆい茶色っぽい感じだった、うんうんうん、はい、じゃあ賛美茶いただきます。これは、うん、あ、もう、あー、美味しい。もうこの苦味が美味しい。ありがとう。美味しい。今甘いもの続きだったので余計美味しく感じますね。美味しい、本当に。はい、で、うちのあのソウルドリンクって書いてる。もう本当にソウルドリンクですね、うん、私飲んだことない。え、県民っているのかな。いるかな。いないと思いますよ。サンピンチ飲んだことない人、一体何かのイベントには出てますもんね。なんかもうエピソードとかじゃないよね。もうね、日常なもの、日常的なものなので。私このおばあちゃん家行った時に、おばあちゃん家三品茶必ずあのパックのやつを置いてて、でホットでも飲んでたりしてて、ご飯を、残ったご飯を猫まんましたりするじゃないですか。それを三品茶で入れてたんですよ。もう最高。食べたことない。本当に美味しいよ。もうすごい進む。ご飯にも料理とかにも合うし。お茶菓子とかにも合うので、うん、万能ですよね、三品茶です。もう三品茶、いろいろな会社から出ていて、それその会社ごとに味も違う、違う、結構変わりますので、うんうん、飲み比べもいいかもしれないですね、うん、いいかも。はい、じゃあ最後、森永カフェ。カフェラテですか、これ。コーヒー入り西洋飲料を飲みましょう。はい、はい、このパッケージはもうね、はい、よく見ますね。これ沖縄だけなんだね。沖縄だけなんですよ。へえ、森永さんが出しているんですけれども、ね、あ、美味しい、美味しい、マイルド、うん、本当にマイルド。あのコーヒーにお砂糖が入っていて、うん、本当にちょうど飲みやすい甘さですね。これみんなこれにストローを刺して、そして、ね、飲んでました。みんな沖縄の中学生、高校生、高校生が一番多いかな。飲めない。これで放課後で飲んでる。飲めない。飲めました。今でも私たまに買うやつ飲みます。甘いのが飲みたくなって、甘くてでもコーヒーみたいなものが飲みたくなった時にこれ買ったりしてますね。はい、はい、ということで沖縄でしか飲むことのできない飲み物7ジュースを飲んでみました。7ジュースです。止まります。いかがでしたか。いや、美味しかった、うん、美味しいですよね。懐かしい、本当に、うん、なんか部活してた頃とかを思い出して、ね、懐かしい気持ちになりましたね、うん、その時のことをまた思い出して、またたまに飲みたくなって飲んで、県外にいる方でもオンラインなどで注文することもできますので、ぜひチェックしてみてくださいね、はい、そして沖縄にいらっしゃる時はぜひ探してみてください。この動画がいいと思った方はチャンネル登録
チャンネル登録といいねもよろしくお願いいたします。皆様もぜひ飲んだことがある飲み物があったらコメント欄にて教えてください。それでは皆様、またやったー。